お話を伺いに行ってみましょう。本日は旅行者専用相談センター沖縄タコの取り組みについてお話を伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。タコでの取り組みを教えてください。はい、旅行者が沖縄にいらしてからも健康状態が心配とか相談ことは全部こちらで、はい、でも楽しく旅行ができるように安心してできるようなっていう形で、はい、相談に乗っております。体温検査っていうのは、はい、この搭乗口とかサーモグラフィーにこう、はい、サーモグラフィー、はい、サーモグラフィーでサーモの担当の方がサーモに引っかかって引っかかっても再検したら意外と低く出たりするんですね。で一応再検していただいて、それでも7度5分以下だったらリリース、そのまま帰っていただいて、まあ、注意して旅行してくださいねってなるんですけど、7度5分以上の方がこちらに連絡来ることになって対応っていうことになりますけど、そんなにいません。実際に来た時にはこう体温が高くなくても旅行中に体温が上がっているということもあると思うんですが、ありますね。そういう方からのお問い合わせもありますね。旅行中に熱が上がったんですけどとか、これでプラスで帰れなくなったら結局もう一回宿泊してもらって入院って形になりますよね。それに関しては今までは一例もないです。はい、幸いなことにですね。はい、旅行中でもこういうフォローアップをしてくださるということなんですが、そうですね、うん、確かにこう旅行中にこう電話で相談できるのは、ね、とても安心して心強いし安心ですよ ね、 で、 すよね。でも一人もかからないってことは、皆さんやっぱり注意していらしていただいてるんじゃないかなって、結構もうネットニュースとかね、いろんなニュースで結構そういう情報は入りますので、そうやって来てくださってるのかなっていうのは感じますね。無症状であっても、うん、やっぱりしっかり対策っていうのは取らないといけない。そうなんですよ。そうなんですよ。だからもう一人一人は各自、自分はもうもしかして持ってるかもしれないっていう自覚を持ってたら移さない、で周りも移さないし自分もかからないっていう一人一人の自覚がもう本当に徹底していれば、自覚持ってるからマスクもするし手洗いもするし密集したところに行かないしっていうあれができますよね。それがもう一律にみんながそういう自覚を持っていただければ、そんなに感染は広がらないと思うんですね。以前はこう病院とかでも働いてたと思うんですが、そうですね、今ここに実際働いてみて違いがあると思うんですが、そうですね、今回この6月の新聞に出た時にね、こうぐらいだったらお仕事お手伝いできるかなって思って、どこも行けないしと思って、はい、応募させていただきました。私も同じように看護協会から、はい、こういう仕事があるんですけどどうですかということで、お誘いいただいたので、はい、すぐ返事をしました。そうだった、はい、看護婦って使命感すごいあるんですよ。だからそれを例えば年寄りと一緒に住んでるとか子供が小さいとか、あ、じゃあちょっと今無理かなとかね、っていうところでちょっと断念してとか、だからホテルのなん、ね、ホテル寮の人たちの世話ぐらいはできるかなとかっていうので、みんな葛藤してるんでしょうかね。と思います。沖縄県ではこの貿易型沖縄観光っていうのを促進しているので、やっぱり皆さんにもしっかり対策を取った上で、であれば沖縄を十分に楽しめると思うんですが、改めてどういったことをまた皆様に心がけてほしいと思っていますか。そうですね、もう本当に一人一人の、もう本当に自己責任って言って、移さない、移らない、思ったらマスクしますし手洗いしますよね、そしたら密集したところに行きませんよね、っていうことが一人一人が分かってればそういう行動ができると思うんですよ。だからそこを強調して、皆さんが一人一人が自覚してれば、私はそんなに感染が多くなると思いませんね。観光にいらっしゃる方だけでなくだけでなくも県民も、そうです、そうです、ね、
新しい生活様式、うん、もう本当に昔に、ね、戻るっていうのは多分難しいと思うんで、本当に新しいその生活様式をちゃんとやってればそんなに拡大は私はしないと思いますけど、だからもう年寄りには思いやりを持ってそうって思います。コロナとうまく付き合うことでまた笑顔が溢れる沖縄に戻る、ね、本当ですよね、と思いますね。そうですよね。学びなさいって今そういう時期なんじゃないかなって思いますね。だから早く観光客が安心して沖縄を楽しんでいただきたい。だからね、早くそういう風になるように少しでもお手伝いができればって思ってますけど、はい、定年退職しても、はい、こんなに皆さんとなかなか出会う機会がないじゃん。県庁の方とかコンベンションビューローのお仕事がね、こんなことまでやってたんだっていうのを、ここへ来て初めて分かったんで、よかったです。いろんな方と知り合いに知り合いになって、そうそうそう、すごい、ありがとうございます。そうですね、まあ、このコロナ禍の状況になって、このタコが、旅行者専用相談センター沖縄が開かれるっていうことはずっと耳にしていて、で皆さん看護師の皆さん、事務の皆さんが頑張ってらっしゃるっていうのを聞いていて、まあ、自分も何か力になれないかなっていうふうに思っていたところがあったので、こちら の方に来て日々仕事をさせていただくっていうふうになりました。やっぱり看護師さんもおっしゃっていることではあるんですけど、しっかりこの沖縄の方で感染症対策であったりだとか、こういう対策をしっかり取りながら、その旅行者 の国内のお客さんに対しても安心して来ていただけるような体制を作っていければなと思いながら日々仕事しています。はい、実際にこう旅行者の方が安心して旅を楽しんでいただける取り組みをしていたので、すごく沖縄にも安心して来れるかなと思いました。やっぱり看護師は使命感が強いっておっしゃってたので、その点では私も今私にできることは何があるかなというふうにも考えていたので、このタコで働くことを率先してやってくださっているので、そこにはすごく感謝の気持ちでいっぱいです。皆さん本当にいろんなところに今旅行に行きたいと思っていると思うんですが、そこでやっぱり安心して沖縄を楽しむためにこういう相談センターがあること自体ですごく心の安心感というのもあるのかなと思うので、もし旅行中発熱があったりとかした時にすぐどこに連絡していいかわからないってなると思うので、そういう時にその相談センターがあるとすごく心強いかなと思います。改めて医療を支えてくださっている皆様への感謝の気持ちでいっぱいになっております。